はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第151回闘技場金トロフィーを目指す旅ですね。6日までなんとかかんとかやっております。今の1番目のパーティーは見なかったことにします。2番目も見ない、3番目も見ない、4番目で妥協するしかないのかな。ここだな。いやー、ここか、ここか。ヒャドは通りそうだけどな。ヒャドヒャド取って、いやー辛いけどそこしかないんだよな。これな、これでちょっと違うの選ぼうか。しょっぱな、あ、ドルマも、あ、じゃあ貫突なんだっけ。ピサロ、星の数が、ハートの数が眩しいよ。どうしようかな。一発は耐えるか。ソロ、いや、ソロピサロをなんとかしたよな。でもソロアンルシアを、多分ソロアンルシアマームを落とす感じだと思うんだよね。で、一発目ガツン食らって、2回目の向こうのピサロに回ってくるまでの間に押さないとグルリンでやられる可能性がある。もしくはバタフライのファイヤーブレス。うーん、なんだよな。どうするかな。ヒャドで、ヒャドは入りそうだけど、ヒャド入るんだよな。ヒャド入るんだよな。これ、天空竜だろ。天空竜はソロに使いたいんだよな。ラムシは多段でいくか、ゴッドで。で、ドルマが、でも多段のさ、多段のなんかが欲しいんだよな。マーム。マーム行くか。マーム行ってソロにセットするか。いやー、久しくやってないな。で、このソロとピサロが早そうでさ、いや、いないよな、他に。いないんだよな。ここがちょっとわかんないな。未知数だから。あ、待って、ここジュリアンテ戻すじゃん。これ素早く勝てんじゃね。あ、これは勝て、あ、ここでしょ。ここは勝てるかもしれない。で、S サークバージョン。S サークバージョンでいきます。よかった。寝起きの目だからさ、見えてなかったわ。星があるかないかは。パニ。で、いいんだよな。で、いいんだよな。順番見とこうか、一応。神竜、エスターク行って、神竜行って、モナハン、モナ、マモ、マモツカ。エスターク、ガツン、神竜、サラッサラ、マモツカ。うん、いいんじゃないかな。よし、オッケー。よかった。固まっている。無事順発使いてー。無事順発使いたいよ。はい、対戦よろしくお願いします。で、マモツカロトが落とせるかどうか。ロトは落とせるか。マモツカソロだな。マモツカソロが落ちることだな。ここで熱風したいとこだよね。でもね、パニ、パニここか。ちょっとパニ、ちょっと待って、パニがちょっときついか。ちょっと待ってよ。これ変えるか。これ変えてやって、パニをこっから打てないか。ここになっちゃうな、どうしろ。あー、ちょっとまずいな。エスターク、エスターク、ここ、エスターク、ここでいい。あ、だ、いや、ここだもん、だってパニが。ちょっと待てよ、それ。なんでこんな被る。え、ちょっと待って、エスターク、ここにしよう。エスターク、神竜、神竜、ここなんだよな。ここなんだよな。いやー、じゃあここで打ち込むか。ツイントルのバギーってどうだっけ、この子。激変だろ、どうせ入らないから、ここで打つか。メダパにはいいわ。ここでツイントルの打つ。ここな、ここで打つ。エスターク前出る。ガツン。サラサラ。で、この子なんだよな。
ガツン、サラサラ、ロトは落ちるな、4突だろ、落ちると思うんだよな。でソロ、あーちょっとむず、苦しいな。1個前にするか、1個前にして、1個前にして、ロトとマモスカだけに入れる。でドラゴンネップ、あーどうなんだろうな、サラサラのは強い気がするような気もしないでもない気もなくもない。これの耐性、ギラが半減だろ、うん、SF ここしかないもんな。あ、ちょっと待って、 S ターク、こっちが S ターク、ここにするか。どうせマモツカに入らないから、全然マモツカ全然入らないから、ここにしてソロドラゴンネップ、いやマモツカだけ動かす。そんなうまくいくかこれ。 S ターク、 S ターク、サラサラ、サラサラ、ドラゴンネップ、サラサラ、 S ターク、ドラゴンネップ、ソロよりか魔物使いを動かしてで、あれもあれも溶かしてやりたい。ドラゴンネップどこだ、 S ターク、あそうだな、 S ターク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 、どうせ魔物使いには入らないから、なんとさっき半減なのか激減ではないのか、でもそれがいいな。ソロ、ソロ、ソロよりか右3人ね、ジュリアンテまで含めて落としちゃいたいな。これだとするとあれが入るんじゃないか、あれ入らないか、え、ちょっと待てよ、これは動けない、これここだもんな。え、混乱よ、混乱が入るんじゃないかなと思ったけど入らないな。このエスタークの一等地取らなきゃダメだ、ここじゃなきゃ混乱は入らないわ。いやー、ジュリアンテも動いちゃったらちょっと厳しいんだよね、さすがに。マモツカジュリアンテはきついな。で、無凸だからな、なんとかならんかな。無凸だからさ、見返しついてないとかないかな。どうなってんだっけ、この子。ちょっとね、今見返し 100% 合ってんな。戦闘開始見返し。無凸でも強え。いや半減だから打ち込みたいな、言うてもな。でもサラサラエスターク、いや半減だけど打ちたいな。ソロガツン、ソロガツン来てジュリアンテか、天空竜、天空竜来て、いやてあどっちが突進んでたっけ。あ、特技のレベル見るか。10だ、10ですね、仲間呼びまで10です。あ、こっちも10だ。なあ、ちょっとちょっと。ここ、ここ。さらさら。だドルマはまず入ってないからね。いや、ドルマ打った方がいいな。魔物かね、打つか、やっぱり。ここで打つ。さらさら。さらさら。ソロ、ソロか、ソロ動かすのやだな。あ、ちょっと待って、これでいけるか、これはどう、ここの、ここでいいんだから、ここで決めればいいか、ダメージラブ、これで打つ、2番目サラサラで、そのダメージを見て4番目、ここ、ここからドラゴンのイブ、熱風もしくは天空竜であれ落とすとか、あとはここ、ここに貼るってこともできるから、それでいこう、よろしくお願いします。これがまだ1戦目っていう悲しいところ。こっちの方が強いか、これ入れとくか、取れちゃっていいよ。半減、あーいいね、いいね、そいつはいいんだよ、そいつは見返していいんだよ。あ、この回復との勝負か。いや、これまずくないっすか、これね、これまずくないっすか、これまずくないっすか。
熱風で右3人落ちろ、木まで落ちろ、木まで、熱風で木まで落ちろ、 OK、 木まで落ちた、よっしゃ、ジュリアンテまで落ちれば怖いもんなしよ。中ドン、オッケー。今度のさギル大会エスタッグさめちゃくちゃ遅くしてさあ、いやでもな、三河氏がさ、三河氏素早さによる三河氏がさ、ミスがさ、えげつないからさ、だから遅くしてっていう戦法がまずないんだよな。本当によ、つまんねえよな、運営な。いや、エスターク、受けで使ったら強いと思うんだけど。周回復あって、腹痛あって、大回復あって、で、殴られる殴られるほど強くなるっていう水拳みたいなやつ。それ使わせないようにしてんじゃん。バカなの運営って、何でもかんでも素早くすればいいみたいになってて、テコ入れしろや。2戦目です。ここで基本いいと思われます。ここでよくって、どうしようかな、どうしようかな。エスタックってさ、ドルマ通るの？あ、最初のバギア取んのか。ドルマ半減。ヒャド。ヒャドか。ヒャドね、ヒャドバージョンしようかな。ヒャドバージョンしようかな。ね。たまにはわしもいるぞって。サムネにも書いてあるからさ。で、一応甘い木にしとく？甘い木。あ、エスタークの方、ぼっち押してたわ。甘い木。戻っちゃったけど、この3戦目のさ、死のサソリとかめちゃくちゃいいんだけど、死のサソリってこんな顔してんの？そういうイメージないんだけど、目があんな可愛いような。ドラクエ1で出てきた時はな、硬くてな、うん、まあでもそれ以上に軍隊狩りとかあっちの硬くてさ、その後のさ、うん、はい、大戦よろしくお願いします。1、2番、あーテリーな、あぶねー。あ、じゃあ甘い、もう甘いですよ、もう甘い甘い。ここでいい、なんなら一番端から行ってやる、こっから行ってやる。でピサロはこっから波乗りして、サラサラして完璧以上。なんならもうここでツイントルネード打ってやろうかってぐらいだよ。甘い。波乗りジョニー。いい感じ。いやー、これいい感じじゃないね。エスターがちょっと行き過ぎちゃうわ、これ。行き過ぎだ、これ。行き過ぎ事故。あ、チュドンは、あ、違うね、ガビンだ。ガビンは受けますね、これ、しゃあないな。うん、でもな、うちドルマパー、ドルマは OK だから。なんならドラゴン熱風が会心出てもいいよ。3。バフが3つかかって、攻撃力3。チュドン、ガビン。OK。並んじゃったね。これよ、これ。これが強い。うん、だからピサロにしたってさ、街でいいじゃん。絶対そうした方がさ、戦略増えんのにさ、意地でも、素早さ突破させてるからさ、どうしようもないんだ。戦略の幅がね。
あとはモンスターズみたいにね、リバース大会とか作ればいいんだよ。リバース大会じゃないか、リバースか。行動遅いやつから先に動けるっていうやつね。そしたら鬼コンボとか最強じゃん。はい、あーここ行きたいね。ここもヒャドバージョンでいいんじゃないかな。なんかブギーいいね、いいな、ブギーいいな、ブギー早くな来てほしいな。ダブルピックアップだかなんだかそういうやつで、お得なやつで、マジでブギーは取りたいわ。もうセンスが出るよね、ブギーが使える人を見ると。ブギーとマルティナをセットにしてパーティー行くみたいね。これヒャドが通っちゃうんじゃないのかな。トガミ姫隠れてるよ、ブギーの罠かで。いやーそこか、いやちょっとそこか、ちょっと1,2,3,4取れてるな、そこかよ。届かないよ、トガミ姫届かないよ。特にこっちから打つか、こっちから打って、これは出るしかないわ。トガミ姫はいいや。でバギーが通りそうなのか、バギーを、でもなんか回復あるんだよね。で突ないとそれがあるのかどうか知りませんが、真理ここだな、真理ここからサラサラだな。 1,2,3 そうだね、トガミ姫は入らない。でヒャド、こっち波乗りは手前しか入らない。あーでもしん、あーきついなこれな。いやバギー入れるでしょ、バギー入れる、バギー入れる、えこうだ、これしかないわ。で魔物使おうとさないとこれなんともならないよこれ。もう前3人を落とさないとなんとかなりませんが、大丈夫でしょうか。ここだと入るよな、一応入るな、 OK。 でメラヒャドが通らない、あヒャド通んだっけ、ブギーって。あちょっと他なんか、あでも甘いがあんのか、甘いでもよかったな正直な、これな。トガミ姫まで入れるか、トガミ姫まで入れるか、マインドはだろう、甘いでブギー取るのもありだったっすね、違ったかな。これはこれ打ちます、打ちます。おーちょっと待って、あここは無理なのか、これ無理なのか、これ無理っていうか、もともと届いてない、もともと届いてないじゃん。ここで行きます。待って、あれ何回回復するんだ。いやいやいや、ちょっと待って、これまずくないか、ブギーと。いやちょっときついな、これブギー大丈夫か、ブギーとトガメ姫のあれを受けるってことか。うん、これだな、ブギーとトガミヒン受けるんだ。トガミヒンって攻撃ないよな、なんか追撃ぐらいじゃないの、あって。シャン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 、僕のもんだじゃ。なかなか無凸のくせに強いじゃないか、それが大義とか息の強さだな。しかしどうする、これだな、トガミンやっちゃう。これ、オッケー。無凸で助かったぜ。はい、というわけで参戦終わりましたね。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。